キングピンス、脱退した平野紫耀ジャニーズ性加害騒動で、やめて、正解、の皮肉。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ジャニーズの人気グループ、キングピンス、の平野紫耀岸ユ太、タ、神宮寺ユ太タが5月22日、同グループを脱退した。3人は、その後、 ジャニーズ事務所も解除する。昨年11月に電撃発表されて以来、ジャニーズ事務所は大きく揺れ動いた。中でも直近、大騒動になったのがジャニーズ事務所創業者の小ジャニー北川社長による性加害報道だ。キンプリヘイヤと同期入所のもと、ジャニーズ JR。カウアン・氏の告発がきっかけで海外メディアもこぞって報道。 ついには現ジャニーズ事務所社長の藤島ジュリー恵子氏が公式ホームページ上で謝罪動画を公開し、ことの経緯や再発防止策について見解を述べる事態にまで発展した。ジャニーさんや21年に亡くなったメリー北川さんがいた頃には考えられなかったことです。まさかこんなことになるとは、そう驚くのは子さんのスポーツ神芸能担当記者だ。 ジャニーズ事務所は芸能界でインゼンタルへ協力を持ち、ジャニーズなくして番組は成り立たないテレビ局をはじめとしたメディアはそれに従ってきた。いわゆる忖度が横行していた。事務所を回していたのはジャニーさんよりもメリンさん。修羅場をくぐり抜けてきた自負があるので、とにかく怖い存在でした。そうした豪雨でぶりを見てきたので、 今回防戦一方のジャニーズ事務所には驚くばかりです。メリーさんが健在なら、ここまで騒動は拡大しなかったと断言できます。同スポーツ上記者。現在ポイントとなっているのは、ジュリー氏が声明でジャニーさんの性加害を知らなかったと主張している点だ。指揮者やファンも、さすがにそれはないだろう、と疑問の声を上げているが、 ジャニーズ側はその主張を崩すつもりはない。それは成果が云々ではなく企業防衛の観点からだ。万が一そういったことを耳にしたことはありましたなどと認めた日にはジャニーズ事務所は崩壊します。問題だと認識していたのに放置していたことになるわけですから、コンプライアンス的にアウト。いくら売れっ子タレントを揃えるジャニーズとはいえ、スポンサーは寄り付かなくなる。 テレビも一斉に引き上げるでしょう。カウアン氏は先立つ動画でジュリーさんと対面し、彼女から守るべきものがあると言われたことを明かしていましたが、それはジャニーズ事務所そのものを指します。テレビ局関係者。とはいえ、メディアの多くがグレーと判断しているのは事実だ。中でも海外メディアはことの推移を注視している。 はっきり言って疑念が残る現状では仮にジャニーズグループが海外進出を目指しても厳しいと思います。ね。逆に、このタイミングで事務所を離れた金プリ平野さんたちは、結果ラ来なのかもしれません。芸能プロ関係者。その平野だが、ジャニーズ退場後はしばらく休養するという。 かねて韓国超人気グループ BTS が所属するハイブへの遺跡が取り沙汰されているが関係者によると、憶測選考で実際はそういった話が出たことは一度もない。平野は仕事の合間を縫って英会話の習得に励んでおり、最初に目を向ける先は韓国ではなく、やはり米国となりそうだ。 半年から一年間ほど休んでから米国に拠点を移すと言われています。その際、元ジャニーズという肩書きはマイナスに働く可能性があるので、公にはしない見込みです。前でテレビ局関係者。ジャニーさんの性果外という負の遺産が関心を集める中、個人の意志を引き継ぎ、米国に挑戦する平野その境中はいかばかりか。フライデーデジタル。 平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。